はい、どうもともやんです。いつもミニ四駆 MA 革命をご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ジャパンカップ2023大阪大会に参加するために京セラドームにやってきました。ね、去年も来たんですけどね、今年も暑いです。はい、やっとこさスカイホールに到着しましたよ。ね、今年はね早く着きすぎましてですね、2時間ぐらい表でじーっと待ってたんですけど、なんかねジャニーズジュニアのコンサートと被ってたみたいで、周りは若い女の子まみれでちょっと恥ずかしい感じだったんですけどね、中入ってきたらもう涼しくて最高ですよね。ではね、早速事前車検ねちょっと受けてみたいと思うんですけども、持ってきたマシンはいつものファーストマシンですね。で、電池見てもらったら分かるようにですね、パワーチャンプを掘り込んできました、ね、でタイヤがですね、ハードタイヤに交換してます。で、完全ノーマルですね。幅もまあそのまんまカットすることもなくですね、はい、まあ、ちょっとグリップを上げていこうかなみたいな、そんな感じで、思ってるんですけども、はい、ちょっと回るかな、はい、はい、回りますね、はい。で、ローラーはですね、前後19ミリですね。で、前後スラダンで行ってみたいと思います。一応、前日の壮行会もね、予約してたんですけども、ちょっと家族の都合で参加できなかったんですよね。もう仕方ないんですけど、まあ、ぶっつけ本番でちょっと行ってみたいな、みたいな。っていうか、まあ、行くしかないな、みたいな感じなんですけどもね。去年は、1周走って2周目にかかったところぐらいで飛んでいってしまったんで、今回はねそれ以上に、まあまあ完走を目指してはいるんですけども、とにかく去年以上にちょっと走ってくれたらいいかなみたいな、そんな感じでマシン作ってきました。じゃあお願いします。オッケー、はい、行きましょう。はい、ありがとう。はい、順調に事前車検通りましたね。いやー、よかったよかった。ちょっと緊張しますよね。はい、ではね、手続きも全部終わりましたので、これからですね本車検に、ちょっとね行きたいと思いますよ。大丈夫かな、まあ事前車検通ったら大丈夫やと思うんですけども、お願いします。ああ、エントリーシートね。さっきもらったやつ。あ、ちょっとね、カバンの中入れちゃったけど、はい、はい、すいません。おっとっとっと。そうか、ここでもエントリーシール見せないといけないんですよね。はい。果たして何コース来たかな？緑。緑ということは2コースかな？はいはいはい。っていうか、いける？あ、OKOK。はい、本車検も通りましてですね、緑の2コースをゲットしました。今回はね、F コースをね、引いてるので、おそらくね生配信映ってるんじゃないでしょうかね。ハイパーダッシュキッチの、空力さんがね目の前に座ってるんですけども、見えるかな、ちょっとカメラが、はい、あ、すいません、ちょっとねカメラワークがちょっと下手くそなもんでちょっと映らなかったかもわからないんですが、目の前にね空力さんいますね。うちに帰ったらね、ライブ配信をねちょっと見返してみようかなと思います。多分ね時間にしたらね14時50分スタートになるのでね、その辺で映ってると思うんですけど、あ、スタートですね、はい。あ、ちょっと待って、カバン邪魔だったわ、ごめん、あれどこ行った、ちょっと待ってください。はい、カメラにね気を取られてまして、マシン見失いましたけど、あれ、ちょっと待って、なんでおじさんが僕のマシン持ってるんでしょうかね。なんかスタートしていきなりなんかコースアウトでもなんかしたんでしょうか。はいはい、あ、はい、すいません、なんかねあっという間に、終わったみたいで、自分もねちょっと何が何かわからない状態だったんですよね。カメラに気を取られている間にですね、あっという間に秒で終わりましたよね。1秒か2秒で終わってませんでしたか。なんかごめんなさい、なんかね撮影もむちゃくちゃ下手くそでですね、変な感じで終わってしまったんですけど、いやー失敗したな。はい、またここでシール見せないといけないんですよね。はい、いやーもうすいませんね皆さん、終わってしまいまして。こちらから1枚選んでください。
はい、おめでとうございます。こちら再チャレンジ券になりますね。じゃあこちらお持ちになって、シュラの矢印から。再チャレンジ。おお、再チャレンジ、そんなんありましたっけ？なんか今年から新しくできたんでしょうか。なんかもう一度走るね権利をいただきました。なんかラッキーですね。はい、ではね、再チャレンジまでの間時間がありますので、空力さんのねライブ配信、ちょっと入れ込んでみましたので、そちらを見てください。オープンクラス、あのなんか YouTube で見れるからってね、ファミリークラスいうのが何時から何時ですってね。でグループで受付時間決まってるって言ってるじゃないですか。ってことはその時間、大体その時間だけでも見ていただけると非常にね、映ります。高確率、高確率がもう全部映るもんね。2面配信の時は2面でやってるし、でこっちの切り替えだとね、スタートのここも見れますんで。あー、なるほど。いきなりねスロープ飛びすぎてコースアウトしてますね。しかも逆走していったのか。あ、それでスタートまで戻ったみたいな、そんな感じですかね。はい、っていうか空力さん完全にスルーですね。はい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 、いやライブ配信にね映っててよかったです本当にね。出ないとね、なんでスターターおじさんがね僕のマシン持ってるんだろうみたいな、本当にね、あの見失っちゃって何が何かわからなかったんですよ。いやーでもねライブ配信見てすっきりしましたね。いやー、それとね今手に持ってますデクロスのメッキのボディ、ね、こちら参加賞みたいな感じでいただいたんですけども、これだけでもテンション爆上がりですよ。いやめちゃくちゃ嬉しいわこれね。はい、ということでセッティングちょっと見直してね再チャレンジ行ってみたいと思います。はい、前回の走行から30分が経過しました、ね、で再チャレンジの券をゲットしてですね、もう一度車検を受けているところです。設定を少し変更したんですけど、フロントのブレーキが青の1ミリ、ね、貼ってたんですけども、そちらをですね赤の1ミリに変更しました。おそらくね、スタート一発目のスロープでですねブレーキが効かずに飛びすぎてコースアウトっていうような、そんな感じだったので、ブレーキをちょっと効かしていこうかなと思いまして、青のブレーキから赤のブレーキに変更してます。その他は、ちょっとねスラダンをちょっと固めにしたぐらいで、そんなにあのなんていうかな大幅な変更はしてませんのでね。はい、で、はいはいはい、1コースゲットということで、ということは最後、一番最後にカルーセルが来るというような感じでしょうかね。いやー再チャレンジということでちょっとね気分的に楽ですよね。はい、あ、そうだそうだ、忘れてました。このね左肩にかけてたこのカバン、このカバンがですね邪魔で邪魔で撮影ができなかったんですよね。で自分のマシン見失うというね大失態を犯してしまったので、今回はカバンをねちょっと隅っこに追いやってですね、もうあのなんていうかな体も軽い感じで行ってみたいと思いますよ。撮影もね、先ほどちょっと練習したので、はい、バッチリ行ってみたいと思います。はい、1コースですね。はい、どうかな、撮影いけるかな。はい、ゴー。はい、行きました。はい、一発目スロープ行ったみたいですね。はい、今、はい、3着目で行きましたね。はい、帰ってきました。1周帰ってきましたよ。はい、どうかな、2周目ちょっと映りにくいけども、はい、帰ってきましたね。はい、ここ、はい、行きました行きました。3周目どうかな、ちょっと危うい感じなんですけども、どうだ。はい、来た。あ、うわー、ちょっと待って、あー、下りの着地ミスかな。はい、そのまんまマシン止まってしまいましたか。はい、すいません、3周目のですね下りで、うまいこといかなかったみたいですね。あー、ここかね、下りでですねちょっと体勢崩してしまったんかなね、悔しい。いや、まだまだここ、ダメでした。あ、そうです、ちょっとエンジンパンパンに見えて、3周目かな4周目で飛んだんかな。はい、ということで今年のジャパンカップ大阪大会もですね、一次予選敗退ということで、かー、ショックだね。
まあ、去年と比べたらですね、今年は3周かな走ってくれたので、まあまあいいかな、ね、はい、ね、とにかく再チャレンジを引き当てたっていうね、まあ、あのトモヤンの強運だけは見せつけたかなと、ね、はい、そんな感じなんですけども、本当にね、ぶっつけ本番で行くとこんな感じなので、ちゃんとね前日練習から次は参戦したいと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。